次に皆さんが大学に入った後は就職のこと、キャリアのことを考えなくてはいけませんので、その辺につきまして少しお話しさせてもらいます。今現在は、まあ、コロナの影響もありまして就職環境っていうのは、まあ、悪いと言われてますが、今の4回生は、まあ、なんとか早い段階からインターンシップっていうのに参加してくれてる学生が多く、なんとかね就職ちゃんと内定もらってる学生が多いなっていう印象を受けております。まあ、これも早い段階から就職に対する意識を持ってくれてたってことが、まあ、良かったのかなと思ってます。大手門学院大学っていうのはその就職についての意識をとても皆さんに伝えていこうっていう体制が整っておりまして、まあ、1回生の段階から将来のことを考えましょうっていう仕組みができております。で、まあ、そういった意味では、まあ、これから皆さんが就職されると思うのはおそらく2025年とかになると思うんです。入学されて卒業するのは、まあ、その頃になると、まあ、コロナの影響もおそらく、まあ、軽減されてまた経済も復活してると思うのですが、まあ、ぜひともですね入学されて、まあ、常に将来を見据えて自分のスキルアップをしていくっていう、そういった取り組みをしていただきたいなと思っています。で、大手門学院大学経営学部、まあ、大手門学院大学全体ですが資格サポートとかそういったものにすごい力を入れてます。大学に来て何をしたらいいかわからないってことはおそらくないと思いますので、どうか大手門学院大学に来て皆さんのやりたい勉強をして、その、まあ、課外活動も資格を取るとか、まあ、将来をスキルアップするっていう、そういった活動もですねどんどん積極的にしてほしいと思います。それに対してサポートできる熱い先生がたくさんいる、これが経営学部の特徴だと思います。また皆さんとですね実際対面でリアルにお会いできることを楽しみにしております。なかなかコロナの時代もとてもね皆さんもストレスも溜まってると思いますが、そんな中でもぜひ将来をねポジティブに考えて前向きに考えて、できれば大手門学院を選択肢にしていただくことを願って私の挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。経営学部ではオリジナル動画を公開しています。ぜひ見てみてください。また、Zoom を使った Web フリートークも開催していますので、サイトから申し込んでください。よろしくお願いします。